All this time I've wondered how I managed to live most of my life sleeping at night without you by my side. ポシェのセレクトしたお洋服をちょっと今日は着ていこうと思います。今回のセレクトめちゃくちゃ可愛いのでもう全部気に入ってるんですけど、珍しいこのデニム、私デニムあんま履かないんですけど、これめちゃめちゃ可愛くて気に入ってます。横がパカーンって開いてるやつとか、あとこの形の綺麗なグレーのスラックスとかいっぱいあるんですけど、今回パンツが4つ4本ぐらいあって全部お気に入りです。どうしよう、このトップスもテロテロでもちもちで伸縮性もあってめっちゃ可愛い。
ない。あ、スリコや。うん。うわ、美味しそう。すごい。トラコ好きなカツもあるよ、お肉。うん、巻きだー。はい。上手。はい。ここ入れるよね。うん、うん、ちっちゃいやつね。うん、タオ好きそうなの。タオが好きそうなの。美味しい。今日もセレクトしたお洋服を着てお出かけしようと思います。この形の綺麗なグレーのスラックス、こんな感じ。ちょっと私大きかったので腰履きな感じで下げて着てるんですけど、めっちゃかっこいいです。形も綺麗で、これと上がサマーニットになっててブルーなんですけど、カラー展開他にあるんですけど、すごいいい具合の透け感で、二の腕もそんなピチってなってないので華奢見えで、しかもウエストでね、こうキュッて止まるので、本当にスタイルアップしてくれるトップスです。本当これお気に入り。今回こんな感じでちょっと春っぽいカラー着てパン屋さんに行ってこようと思います。You are and what you want.
今日買ったものを軽く紹介しようと思います。まず雑貨屋さんで、じゃん、この多分見たことある方いらっしゃるかなと思うんですけど、これの大きいサイズを持っていて、で小さみ発見したのでちょっと合わせて使いたいなと思って購入しました。これとビゴーの古着屋が全国なんかいろんな店舗で今開催してるんですけど、地元でも開催されてたのでフラッと寄ってみたらいいもの見つけたので買っちゃいました。じゃーん、チャンピオンのトレーナー、めっちゃ可愛いと思って、この色味も可愛いし、丈感もちょっと短めで、で横はゆとりがあって可愛いと思って購入しました。これは US のチャンピオンで3000円、はい、いっぱい着ようと思います。じゃあ多分今から散歩なので散歩行ってきます。うわっ。